じゃあ、これ流してみようか。はい。こんな感じですね。だからもう普通だったら、パソコンのここら辺のボリュームとかで調整をすると思うんですけど、ここはもう、あ、ごめんなさい。iTunes で、このボリュームで調整すると思うんですけど、インターフェースで普通にやってもらえば、はい。こんな感じですね。だから iTunes で、普通に曲を聴くって、あ、イヤホン端子から撮って聴くよりも、これを経由して聴いた方が、基本的にはほとんどの場合において、音質がいいです。なので、iTunes で音楽よく聴くよっていう人、もうインターフェースを買った方がいい。インターフェース、まあリスニングオーディオとかの世界では DAC、DA コンバーターって言いますね、DAC。で、DAC とオーディオインターフェース、楽器系の人はオーディオインターフェースって言うんです。で、リスニング系の人は DAC って言うんです。で、まあどっちもですね、要はパソコンの音の機能を外にアウトプットしたものというふうに解釈してもらえばいいと思います。はい。で、まあこの、まああえてここはオーディオインターフェースと言いますけども、このオーディオインターフェースに関しては、高いもんだと100万円とかあります。DAC。はい。100万円ぐらいのものもあったりだとかするんですけど、これは1万円ですよ。はい。で、2万円とか3万円とか、全然あります。10万円っていうのもよくあります。はい。でもまあ、いわゆるプロレベルっていうことになると10万円ぐらいなのかな。こだわってるよっていう人で5万円ぐらいとか。うん。3万円ぐらいだったら、もう、まあまあまあ、みたいな。っていうような感じです。ただ、一つ言えることは、イヤホン端子から撮るのはもう絶対、音楽好きだったら、つまんない。っていうことは、間違いない。だから、こうやって紹介をしてるという感じです。で、初心者の人も、作曲を始める、いい音で聞きたいっていうのがあったら、まず、このインターフェース、まあ、DAC を、使うべきだと思います。で、せっかく入力あるんで、なんか入力してみましょうか。はい。今日は準備してますよ。もういつも取りに行ってるからね。ちょっともう進化してますからね。おたるこ TV も。ねじねじ。まあ、いいかも。本当は取ってくださいね。こうやってやるとね、あんま音にとって良くない、本当は。良くないけど気にせずそのままやるっていうね。はい。これで、インプット1、インプット2にさせてください。で、これよく、初心者の人から質問があるのが、インプット1とインプット2で赤と白どっちがいいんですかっていう質問が多いです。で、これに関しては、一応慣例上ですね、白が L、赤が R っていう風になってます。白が左、赤が右っていう風に慣例上なってます。はい。で、モノラルの場合、ステレオじゃなくて、スピーカー2個から出るんじゃなくて1個から出る。すなわちモノラルっていうんですけど、モノラルの場合は白だけを使うっていうのが大体慣例になってます。だから、おのずとインプット1は白なんですよ。買って!おいしょ。びっくりした。買った。別に赤でもいいんですけど、まあ、白っていう風になってるんですよ。はい。なんで、インプット1は白。インプット2は赤っていう感じにしましょう。はい。で、どうしよっかなって感じで、なんか、じゃあ iPhone、陽介管理人が今から、iPhone で録音をして、その音をさらに録音してみましょうか。ややこしいかな?ややこしいか。じゃあやめた。サウンドクラウドで、サウンドクラウド、まあ、音楽、iPhone で音楽を鳴らし、それを録音してみよう。ね。そっちの方がわかりやすいね。はい。俺なんか、最近、あ、大丈夫?はい、ちょっと待って、咳がね。はい。一輝くん、カメラマン一輝くん、最近入ったばっかですけど、よく頑張ってくれてる。はい。俺なんか、こ
この前曲アップしたんだよ。何だったっけな。まあいいや。はい。え、まず、あ、これいかんか。これまずいわ。まあいいや。